今週のオタク満足度を発表したいと思います。まずは個人動員3位北村真希、あれチーンはチーン、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 チーン。私は今週で卒業してしまうんですけど、それまでにね、たくさん多くの方に来ていただいて、遠方からも来ていただいて、ここにね、サイとして立つことができました。卒業式もお待ちしてます。笑顔、笑顔。いい、ありがとうございます。遠方から1位取らせてあげたいということで来てくださった方がたくさんいて、本当に嬉しい1週間でした。皆さんありがとうございます。今週は生誕祭があったということで、1週間通してたくさんの人が会いに来てくれましたし、生誕祭当日もすごく多くの方にお祝いしてもらうことができて、自分のね、こうやりたいこともたくさん詰め込んで、すごく充実した1週間と生誕祭を過ごすことができました。1位ありがとうございます。月間のオタク満足度ランキングが決定しました。2位木下優里、はい、ありがとうございます。そして、1位がウエストのいちごちゃんです。おー、月間ランキング2位、本当にありがとうございます。たくさんの方が本当に協力してくださって本当に嬉しかったです。立川のビジョンに乗るので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。さて、今週1週間を振り返りましょう。生誕祭があって、今年もベース弾いて、仮面女子新生でハララとトライを、トライ私ベース弾いてたんですけども、披露されたということでね、これからもたくさんできていけたらいいなと思います。ニューエンカウンターズというイベントで、渋谷のミルキーウェイでライブをしてきました。花びらひとひら、花びらひとひら。もうその頃、仮面女子カフェ一部公演にてスライムガールズを卒業しました。リブはリムでは仮面女子候補生パーケンに加入することができました。新生候補生も、ね、お披露目したということで頑張っていきます。よろしくお願いします。お願いします。日曜日の2部公演で仮面新メンバーが派生ユニット決まりました。はい、私たちはプリズムになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チリブロです。よろしくお願いします。セリユーリはピュアフルに行きます。ギャップで勝負、イエイ、キルルーちょっと待って、ちょっとキルンということで、はい、意外性があったので、ちょっとキルン待って、でそれはフォアミルをカエルってこと、カエルの顔したってこと、いやちょっと顎を強調する、お披露目がまた決まり次第発表になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、来週は来週のサザエさん、来週の仮面女子はマッティの仮面女子卒業式が4月7日土曜日にあります。一部公演でプリズムの卒業式で、二部で仮面女子の卒業式があるので、このおたまに出るのは最後です。なので皆さん、ぜひ一部から遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そして次の日は私の生誕祭となります。マキがいなくなって一発目のライブがまさかの私の生誕祭ということなんですけども、皆さんよかったら来てください。よろしくお願いします。4月の8日はですね、バトスピーマックスというイベントが幕張メッセで行われまして、仮面女子のライブがあったりとか、ユキとモアのサイン会があったりとか、番組で普段お届けしているのを生で見れるチャンスで、入場無料なのでぜひ来てください。待ってます。ゲートオープン開放。8日9日はサバイに行ってきます。イースターガールズとコラボしてライブもしちゃいますので、ぜひ皆さんサバイに遊びに来てね。来てください、無料ライブです。4月の6日から放送スタートします。毎週金曜日朝7時30分からの子供向けアニメパレットアイランドに、私月のマート久保田美ちゃんが出演しちゃいます。私は猿之助という鉛筆の主人公の男の子をやっていて、美ちゃんが私の妹のね、はい、ももちゃん、初挑戦をしました、はい、ぜひね、見てください。よろしくお願いします。お願いします。4月2日の月曜日から、なんと仮面女子ユキノシホリのワクワクサワー
さん、花粉は大丈夫ですか？ダメです。ダメです。花粉に負けず、外気に負けず、内側からきれいに。ずっと喋ってます。聞いてんのかおい。負けず。いや、ちょっと言い訳言うな、ほら。やめろ、ちょっと清潔のタイトル。リーダー、ぶち切りになっちゃった。どこ清潔して、おい。ごめんなさい。どこ清潔して、今持ってるところ。やめて、やめて。ね、閉めて、閉めて。皆さん、では今週もみんなで元気に頑張りましょうということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。卵掲げよう。じゃあ、リリカ前、先頭で。いいとこでよ。いいですか。いきますよ。行け。卵を掲げろ。いい感じですね。皆さん、もう一回いきますよ。卵を掲げろ。イエーイ。何してるの？あれ何してる？ちゃんと仲間に入ってきてよ。一緒に掲げてよ。一緒に。せーの。卵を掲げろ。え、今なんて言おうとした？ウエストおたまスタート。せーの。ウエストおたまスタート。ハッピースター。ハッピースター。ウエスト週間オタク満足度発表します。3位、渚リリカ。ありがとうございます。2位。星宮リリ、ありがとうございます。 G 姫里いちご。今週はプチワンマンライブでパリピになったり、今日はイースターの日ということで、もうね、いっぱい卵を掲げさせていただいたので、本当に楽しいライブになって、皆さんがとってもたくさん会いに来てくださって、この順位いただきました。今週で3月度のオタク満足度ラストになるんですけど、たくさんの方が投票してくれて本当に嬉しかったです。4月ともよろしくお願いします。ありがとうございました。今週はリリカが言ってくれたのプラスアリス・イン・アンダーグラウンド初披露ということで、ファンの方もたくさん応援しに来てくださってとっても嬉しかったです。4月も頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。1位ありがとうございます。はい、卒業まで2週間切ってしまったんですけど、卒業までの間も皆様たくさん応援よろしくお願いします。1位本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、今週末日曜日4月8日は私たちサバイの方に遊びに行きます。イエーイ。なんとライブではアリス10番とコラボしてライブするので、皆さんぜひ遊びに来てください。カモンちゃん。サバイから帰ってきて4月8日の三部公園にですね、私の大好きな青井奈々ちゃんの生誕祭があります。イエーイ。はい、ね、もう奈々ちゃんが可愛いね、お誕生日会をテーマです。サバヤ帰りに仮面女子シアター遊びに来てください。待ってます。待ってんでーす。来週も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。かのんちゃん、あなちゃん、まなちゃん、あなちゃん、まなちゃん、まなかえちゃん、あなちゃん、まなちゃん。お母さん見てる？まつきです。見てください、綺麗でしょう。これ何の動物なんですかね。象なんでしょうか、何なんでしょうか。アジアな感じでございます。ということで今週の仮面女子カフェはこちらです。ドン、ね、僕の話をしちゃうと、僕は結構ね、昔は俳優とかをねバリバリやっていたはずだったんですけどね、今の感じも聞きました。そうなんです、甘噛みがひどいんです。はい、戻ってきました。もうね、練習してないと錆びつきますよ、人はね。なんで皆さんも基本を忠実に錆びつかないように生きていったらいいと思います。僕ももう今年で43になりますからね。お母さん見てるなんて言ってる場合じゃないんです。僕は本当はお父さんにならなくちゃいけないぐらいの年頃ですよ。独身です。皆さん待ってます。何の話だそれは。ということで今週も仮面女子カフェ、皆さん遊びに来てね。元気元気、本当に元気なのか分かりません。バイバイ。